質問は、怒ったように見られる。どんな時に見られるんですか。今はそんな風に見えないんですけど、僕と接してる時はそんな見えないんですけど、いや普段そうだね、普段こうやって喋ってる時はそんなことないんですけど、家庭に入ると どんな感じなんですか。ひろこさんどうですか。だねどんな感じ？なんか怒ってる。なんか一人で掃除してるで怒ってるかな。はい。一人で掃除しながら怒ってる。何もやらんやつだとか言って怒ってる。あ、お前は何もやらんやつだと。あ、怒ってる雰囲気じゃなくて言葉自体も怒ってる。そうじゃあここから行きましょうか。お前は何もやらんやつだ。そんな言い訳はいつも言うかな。中でそんな言い訳もちろん。そうか。ね、お前は何もやらんやつだ。なんでこんな言葉が出るんでしょう。なんで。お前は何もやらんやつだ。自分も何もやらんけど。おお、で出ましたね。自分も何もやらないのに、人をこうなんかやったら、責めてる。ね、お前は何もやらんやつだ。なんでこの言葉が、このまずこんな心になるんですか。自分もやっていない。自分もやってない。いや、自分もやってなかったらさ、言い方からですか。私はやってないんですけど、やってもらえないでしょうかね。って言ったらいい。それが言えない。お前は何もやらないやつだ。昔からそのなんか。いや、この辺僕はこれが面白いです。このね、なんでこんな言葉が出るか、これが面白いわけですよ。この心、どうしてこんな心が起きるかっていう。で、これはね、明らかにお前は何もやらないやつだっていうことはね、下に見てますよね。でしょ、だってさ、ね、例えば奥さんが何も動かなかったら、ね、岩田さんが動いたらいいじゃん。そうです。例えば食事を作ってくれたら、いいよいいよ、ゆっくりしてたらいい、僕が食事を作るから。僕だったらそうしますね。昔もそうしました。そうそう、出てこないじゃん。だけど、うん、自分が、いやいいよ、俺今日僕自分がやるよと、言うんだけども、やりながらだんだんと、なんで俺が少しやらなきゃのかなと言いながらでも、こう、僕、いや、なんで俺がやらなきゃ、いや、それは僕がやりたいからでしょ。やりたいから、別に、ね、料理をするのは楽しいことしますね。僕だったら気持ちよく作ります。美味しい料理を作って食べてもらって、美味しいで食べてもらって。だから何も言わずにこうしとればいいんだけど、ついついこうなんかこう言ってしまう。言ってしまう。うん、洗濯物干すに対しても自分でこうやろうとしてこうやろうとしているんだけど、なんでか知らんけど、なんでお前は何もやらんなと。いや、だからなんでその言葉が出るんですか。これが面白いですよ。なんでこの言葉が。なんでだろう。ちょっとこの言葉を言うときは大体決まってる。お前は何もやらんやつだと、ね、そういうときはね、大体ね、こうですよ。
礼を言ってもらいたい。一生懸命料理作ってるでしょ、うん、そうするとね、やっぱ奥さんがさ、こう駆け寄ってきて、料理作ってくれてありがとうね、あなた本当に、私が本当は作らなくちゃいけないのにね、作ってくれて本当に助かるわって言ってくれたらどうですか、うん、嬉しいです嬉しいですね。それでお前は何もやんやったら言えないですよ、ね、言えないですよね、うん、言えない。それがこう、フェリーちゃん料理作るかっていうか、料理を作ってる時にパッと奥さん見たら、奥さんのこと、例えばね、スマホをこういじくってたとしますよ、うん、そうすると、あれ奥さんの目はスマホに行ってますよね。もう動いている私ではなくて、このスマホの方に行ってる。そうすると、ね、よくもそんなスマホにね、目が行っておれるな。お前は何もやらんやつだ。そうですね。ね、なんで私の方を向かないんだ。ね、あれ、なんか来ましたね、小さな。小さな。うん、小さな。小さな。あ、なんかありましたよね、小さな。小さな。だからさっきやったじゃないですか。やったです。小さな。小さな。うん、小さな。小さな当たり前が。大きな当たり前。大きな当たり前。ナイス。小さな当たり前は大きな幸せ。そうそうそう、小さな小さな料理、ね、小さな当たり前ってことは料理を作ってあげることは小さな当たり前と思ってないんですね。当たり前だと思ったら奥さんがその間にスマホを見てるから、そういう時は怒りますよ。ただあの最近はそういうことないもんね、まあ、最近は減ったんだけど、うん、言えないじゃないですかね、タブレットで例えばその清盛先生の間聞いとる、後ろで聞いとるのに似合いらんことやってるんだって言えないじゃないですか。いやいやいや、たとえスマホをいじくってても言えないはずなんですね。そうです。タブレットを見て説法を聞いてね、聞いてるからそれは言えないよってたとえなんかそのお笑いを見ててね、ダウンタウンを見てたとしても、ね、いや、いいよいいよ、そういうところが言えない自分だから、こう素直にこう言われりゃ、あ、そうなん、そうしてあげりゃいいんだなと思うんだけど、うん、いざ、いや、またこうなってるって、なんでお前その、なんでええとか言って、なんで俺がしなあかんのだとか言って、こうついこう言ってしまう。うん、なんで、その、言ってしまうんですか。なんで言ってしまう。自分はやっぱり何でもできるんだ、うん、何でもできるんだ、いやいや、かそれはどうして、なんで言ってしまう、なんで、いいですか、お前は何もやらんやつだ言うのは、なんで言うの、なんで言う、相手のことを思っている、何も分かっている、うん、なんで言う、お前は 何もやらんやつだと言うのは、なんで、この言葉、どういう言葉、お前は何もやらんやつだ
これは言葉を言い換えるね。お前は何もやらんやつだから俺は今こんなに料理をしてる、こんなに洗濯をしてるの、なんで俺のことを見てくれないんだということなんです。本当は本当はね、見てほしいんだよ奥さんに。相手にしてもらいたいっていうか、そう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 、こんなに頑張ってる俺を感謝して、うん、いや本当にあなた頑張ってるわね、私何もやらないけどやってくれてありがとうねって言ってほしいわ。ありますね、うん、じゃあどうしたらいいんですか。ね、子供になることですね。子供ってどういうことですか。子供子供になる。子供が頑張ったときは子供はどういうふうにします。よくやった、ね。子供が頑張ったときはまずね、僕やったよ。僕やったよ。僕頑張ったよ。褒めて。そうそう、褒めて。大人だけど、気持ちはやっぱまだ子供なんです。料理作るからね、頑張って作ったよ、褒めてっていう気持ち。ありますね、うん、それを奥さんがよくやったね、ありがとうねって言ってくれたら、こういう言葉は出なくて済む。料理を作ったら、おいしい低いよ、やった、おいしかった、やった。そう、やっぱ子供になるってことが大事ですね。まあ、確かにあの嫁が作った時に聞いてくるんですよ、おいしかった、うん、別に、じゃあおいしい、正直おいしいって言ってあげればいいんだけど、そうそう、それが大事ですよ。で、何おいしくないのって言う、いや、おいしくないからおいしいよって言うんだけど、まずか、俺はまずかったら文句言うけど、何も言わん、俺は何も言わんっていうことは、もうおいしいんじゃない、そういうことじゃないですよ。俺は何も言わないってことは、ね、さっき言ったじゃん、人間愛欲で動くんですよ、愛欲で、ね、愛欲の後悔に沈没し、人間の行動パターンは愛欲なんですよ、ね。一生懸命作ってさ、おいしいって聞いてさ、おいしいよって、いやもう本当においしいよって言ってあげないと作りたいと思わないじゃん。だから目標は作らない、あなたは作ってとか。褒めてあげたんですよ、おいしいまあ、女子は夫婦お互いにこう褒め合って、そう高めていかなければ、高めるとかいかなければいけない。そう。だからまずは自分が頑張った、まあ、まずはね、奥さんが頑張った時にはね、いつも褒めてる。ね、さっきのほら、母さん見たでしょ、ひとみちゃんが一生懸命頑張って、蝶も、ね、受けた時に、うん、あ、ようやった、ようやった、うん。あれが大事なんですよ、あれが。ね、これがあるからね、頑張ろうと思う。
俺が何も言わんっていうことはちゃんと聴もしてたっていうこれではね、これではやっぱりちょっともう聞きたくないなって、ね、生まれ変わって奥さんが拓也さんのことをねもっと褒めて、いや今日は本当いい質問したぞ、ね、一問目から行きたい、緊張しただろう、よくやったぞ、そうですね、そう、うん、で今度自分そうやって言うのは、うん、自分も褒めて褒めてって言いやすいから、自分は言わないとさ、でしょ、なんかこう褒めてと言いにくいでしょ、うん、言えないですね、言えないでどうするかと、お前は何も言わないやつこれじゃ喧嘩売ってるんですかまあそうですよね、お前は何もやらんやつかっていうか、褒めて褒めてっていうか、どっちがいいですか、褒めて褒めての方が、褒めて褒めての方がいいですよね、やってるでしょうねえ、ひろきまみたいにやってるよ、褒めてよ褒めてよ言って、そうですよ、それが大事なんです、うん、そこで妻が何言ってるの当たり前じゃないのと言われたらね、あれだけど、いや大丈夫だよ、今日の話聞いたもん知恵がつきましたあ、これは褒めれば動くぞじゃあ褒めたら動かんぞという思えば褒めても動かんぞっていう、褒めても動かんぞじゃんさ、ね、だから子供になるんですよ、褒めて動くのが子供、子供褒めても動かんぞ、そんなことぐらいじゃ動かんぞになっただけですどうせ褒めてほしいんですから、ね、褒めてもらったらどれだけでも動くんわかりました。すみません。